ウェルズイルのスウェットですね、これ18インチ入ってる。黒とベージュがね、なかなかいい感じ。やっぱり乗り込んだ姿勢がかなりね、やっぱり低く感じる。こんにちは、ゆる乗りです。今日も Nボックス乗りながらいろいろ話していきたいと思います。先ほどまで自転車でいくつかのディーラーさん回ってたんですよね。僕次の愛車探しの旅やってて、今日は試乗する時間なかったんでね、まあ外観と内装をパーッと見てきたんですよ。鈴木とホンダさんのディーラーさんね、ここでまあちょっと気になる車を乗り降りしてみたんですよね。 Nボックス乗ってるとね、やっぱりね、普通車のね、まあちょっとスタイルのいい車、まあホンダだったらベゼルとかね、そういう車に乗り込むとき少し楽じゃないなって感じなんですよね。やっぱりね、Nボックスは楽ですよ。乗り込む時の姿勢が。そこ行くとベゼルなんかもね、結構背が低くて乗り込む時よっこらしょって感じしますね。かがめてね、腰を。乗り降りのしやすさってのも結構大事ですよね。特に街乗りなんかする時にはね、まあ、やっぱりこのねスーパーハイト系が売れるわけですよね。今日はね、あの店員さんが出てこなくてですね、店員さんとのおしゃべりやりとりなかったんですね。かえってね、その方がいいですね。勝手に車をね見て中乗ってでちょろっと帰ると、その方が気兼ねないというか気使わないんですけど、僕はね、もうかねがねね、もう車もネットで注文できるようにしてほしいなって本当思ってるんですよね。まあどうしてもっていうことがない限りね、ネットで注文できるように早くならないかなと思いますね。もう実際テスラなんかはね、注文できるみたいですよ。もう僕もテスラ気になって時々ね、見積もり出したりして、そのままもう注文するってボタンを押せばもう発注できちゃうんですよね。まあそういう感じになればいいなって思います。僕なんかどっちかっていうと、もう人見知りっていうか、あんまり人と喋りたくないんですよね。特に知らない人とね、気を使うんですよ。で向こうも気を使いますよね。まあいろんな人がいますけどね。だから本当に無人に近いようなディーラーさんがあるといいなと思いますね。もう中のショールームにね、勝手に入って好きなように見てね。やっぱり店員さんが来るとね、もうじっくり見れないですね。なんか気使ってお互いに、僕は特にそう思っちゃう。でまあ気心知れたね、営業マンさんと喋るのも楽しいんですけど、いろんな情報を仕入れたりしてね。だからそうなってくるとね、もう次車買うときこの人から買ってあげなきゃ申し訳ないなとか、そういうのが出てきちゃうんですよね。すごくそれで思っちゃうんですよ僕。例えばホンダの営業マンさんとね、親しくなってね、すごくよくしてくれると、もうなんか次の車他社にするの、まあ、ちょっと気が引けてきちゃうような気がするし、そういうとこが、例えばホンダのね、中古車を選びたいなっていう時、中古車だとどうしてもそこの店にない、中古を扱ってないディーラーさんもいっぱいあるし、そこの店で買えないことがほとんど普通ですよね。だから中古も選びにくくなるような気がしちゃう。
僕はね本当気が小さいのか弱いのか分かんないけどそういうことまで考えちゃうんですよね。だからいい面と悪い面、僕みたいにちょっと気の弱いものからするとマイナス面の方が多いんですよ。そういう点でもね、もうネットでポチ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 注文できるのがいいなと思いますね。市場だけはね、なんかどっかで市場センターみたいの作ってね、市場を気兼ねなくできるようにするとかね、そういうのがいいかなと思うんですよ。もう多少市場にお金取ってもね、市場したいと思いますからね。僕なんかは10分300円とかでも払いますよ絶対。実際トヨタのねメガウェブっていうのかな、あそこなんか僕3回か4回行ってね10分間15分の試乗をね、いろんな好きな車乗ってましたね。あれ結構楽しいですよ。まあ1回300円ぐらい取られるんですかね。それでもまあ全然僕はね、まあ楽しいと思うんで、それでもいいかなと思うんですよね。もう人営業マンさんが隣に乗ってね喋りながら乗ったってね、全然なんかね良さが分かんないんですよ。だからああいうトヨタのメガウェーブみたいのをね作ってくれて試乗した方がよっぽど僕はいいんですね。いろんな車にも乗れるし、だから早くね日本も車をネットで注文できるようにしてほしい。まあもちろんね、それじゃあ不安だっていう人は営業マンさんから買うっていうのももちろんできるようにしてね。全然それ進まないんですよね日本。この前なんか日産のアリアがね一部ネットで注文できるようにしたって言ってましたけど、で結構そっちから受注が入ったみたいですけど、いやもうそれどんどんやるべきですよね。遅すぎますよ営業マンさんだって大変ですよ。もういろんなお客さん来てね、いろんなこと交渉するじゃないですかね、値引きの交渉とか。値引きの交渉っていうのが僕ね本当に何なのかなと思うんですよいつもだってね、あんな同じホンダのディーラーさんを何箇所か曲がってね、一番値引きをしてくれたところで買うっておかしいでしょ。だってそれもおかしいと思わないのかなみんな。その労力とね、まあ結構お互いに気使いますよ、すごくストレスになりますよ。で他の人は30万値引きしたのに僕は10万しか値引きしてもらえなかったなんて、そんな変な不公平が生じるわけですよね。そこ行くとネット注文はそういうことないですからね。まあキャンペーン中とか言ってちょっと 10% 割引とかそういうのがあるかもしれないけど、それはもうでも一律公平ですからね。そんなねもう昭和じゃないんですからね。もう値引き交渉してオプションもりもりしたから値引きを30万もらったとか、そういうことやめてほしいですよ。それじゃオプションつけなかった人が損みたいですよ。だからそんなねことはもう本当に時代遅れですよ。それ言う人いないのかな。言ってる人はいると思いますけど、なかなか多分ね古い体制のままで進まないんでしょうね。まあ営業マンさんがでも結構ねそういうネット注文にするとそこの営業の職を失っちゃうかもしれないけど、それでもまあ企業っていうのはいろんなね職場があるわけだから、営業以外の仕事があるでしょうしね、全部クビになっちゃうっていうことはないかもしれない。まあ営業って本当多分大変だと思いますよ。さっきも言ったようにね、もうすごいストレスだと思いますよ。
だからね、もうそういうストレス抱えてる人ってのは大体もう依存症に走りますよ。タバコ、お酒、コーヒーとカフェインですね。まあそういったものでね、ストレスを解消と しようとするからね、もう健康状態もどんどん悪くなります。もう人とのね、まあ悩みとかストレスってもう大体人との絡みなんですよ。人との絡んだことがもうストレスとか悩みになりますんでね、ほとんどが。あのお客さんのなんかね、もうしつこいお客さんからのクレーム、それとかもう車のトラブルでね、すごく心を痛めたりね、納車までにすごく気遣ったりとか、納車後のトラブルとかでね、もう大変だと思いますからね、営業マンさんたちも。もう他のね、あの人と接しないで車を支えていくような営業のスタイルっていうのはあると思うんでね、そっちの方に回してもらった方がいいかもしれないですよ。本当ショールームでね、説明だけするとかね、そういうのだったら全然ストレス違うと思うんですよね。まあそんな風に僕はね、いつも思いますね。ショールーム、ディーラーさん回るときね、営業マンさんたち大変だなって。できればもう早くね、車で注文して全部一律なね、料金でね、選べるようにしてほしい、買えるようにしてほしい。でもう一つね、注文したいのはそのオプションをね、もうカスタムできるようにしてほしいですね。オプションがなんかどのグレードだったらこれつけられるとかねどれグレードはつけられないとかね、そんなのおかしいですよ。例えばまあ一番分かりやすい例で言えば、上のグレードでしかねパノラマルーフをつけられないとかね、そんなことってあるじゃないですか。すごくこのグレードにはこのオプションつけられないとかね、そういうのもやめてもらいたい僕なんかあとホイールサイズともなるべく上げたくない派なんでね、上のグレード買うと絶対ホイールサイズが大きいのしか選べないから、まあ自分でオプションでホイールサイズちっちゃくしてもいいお金ば役に取られるし、いいことないから。ホイールサイズなんかもテスラみたいに選べるようにしてほしい。そんな風にね、オプションもカスタマイズできるように、ネット注文だったら簡単にできると思うんでね、そんな風に思います。そんなことでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。またこんな雑談動画も出していきますんで、車選びの旅もやってて、いろんな車に試乗してね、そのインプレッションも話していきます。それでは失礼します。さよなら。